新潟方面行き時刻表調原バスストップは新潟県新潟市西区町原にある北陸自動車道の高速バス停留所。東停留所が所在する鳥原は新潟市西区の黒崎市街市外各部にあたる。新潟市中心部を発着して北陸自動車道及び関越自動車道を経由する高速バス路線が市内中心部に向かう際には高速道路上で最後に、また、 市内中心部から各方面に向かう際には、高速道路上で最初に停車するバス停であり、新潟県内の高速道路上のバス停としては、最も停車本数が多い。また、周辺地域からのパークドライド需要に応えるため、新潟市では、バス停周辺に駐車場や駐輪場を整備するなどして、対策をとっている。新潟県、県外高速バス路線図いずれも新潟発は乗車のみ。 新潟業は校舎のみの扱い。新潟交通が運行する県外線高速バスは、東帝流所から、中央区中心部方面へは、新潟亀田インターチェンジから、亀田バイパス、栗の木バイパス、赤市2を経由して、新潟駅、モズ口まで直行する。新潟県、県内高速バス路線図県内線は、停車する、全便において乗降をいずれも扱っている。東帝流所から、 中央区中心部方面へは、新潟中央インターチェンジから市街地を大きく迂回しながら、新潟駅、モゾ口へ至る。新潟駅前駅は全便停車するが、各方面駅は夕方のラッシュ時を中心に、長岡線、上越線の一部の便は通過する。なお通過する便には、バスの前面に、トリゲン通過の副票が掲げられる。 上下線の各バス停の待合室内には GPS によるバスロケーションシステム新潟バスアイの表示端末があり、到底流除発着の県内線の全路線の位置表示に対応していた。無料のパークアンドライド駐車場パークアンドライドのため、下り停留所側に駐車場、駐輪場が設けられており、駐車場内には公衆便所が設置されている。第一駐車場は、 当時の黒崎町によって1985年に整備されたが、次第に利用者が増加して、車両を駐車しきれなくなり、多少の拡張はあったものの、周辺道路では路上駐車によるトラブルも発生していた。2005年、新潟市は隣接地に第2駐車場を整備の上、第1駐車場の大部分を駐輪場とロータリーに改修して、 収容台数の増加と利便性の向上を図った。なお、第二駐車場の地下には調整地が設けられているため、大雨の際には路面が冠水する場合がある。第一駐車場の下り停留所への上がり口近くには、ロータリーが設けられている。送迎車両の侵入に使われるほか、2007年から2010年3月までは、新潟市が運行するコミュニティバス、区バスの停留所が設けられており、 西区バスのほか、南区区バスの一部も乗り入れていた。しかし、同年4月に西区バスの黒崎ルートが廃止となり、さらに、レインボーバスも東 b s への乗り入れを取りやめたことから、現在当たり BS のロータリー内に乗り入れる路線バスは運行されていない。このほか、新潟交通の一般路線バスも停留所近くを運行している。ありがとうございます。